新種シシムリシルは、新アッシリア時代にアッシリア王を称した人物。全626年に、当時のアッシリア王新シ,シャルイシ君に対して反乱を起こし、3ヶ月間バビロニア北部の諸都市を支配した。彼は、アッシリア王位を主張した歴史上唯一の官岸である。新シ種シムリシルの経歴、家族については何も知られていない。彼が初めて記録に登場するのは、 アッシリア王、アッシュール・エティル・イラニの治世中の宮廷における有力者、将軍としてである。アッシュール・エティル・イラニの父、アッシュール・バニパルの死後、新種ムリシルは、アッシュール・エティル・イラニが王位を確保するのを助け、反乱を打ちして、彼の地位を固めた。王の有力な将軍として、新種ムリシルは、アッシュール・エティル・イラニの治世下において事実上の、 アッシリア支配者であった可能性がある。アッシュール・エティル・イラには、全627年に死亡し短い治世を終えた。そして、兄弟のシンシャル・イシュ君が後を継いで王となった。おそらく、シンシュ・ムリシルはこの新たな王によって、自らの地位が脅かされると考え、シンシャル・イシュ君に対して反乱を起こした。当初、ニップルとバビロンを攻略することに成功したが、 わずか3ヶ月後、シンシャルイシュ君によって打ち破られた。反乱によって王位を主張した人物であり、アッシリア本国を支配できていなかったにもかかわらず、新シ種シムリシルは正当な王である、アッシュール・エティルイラに、及びシンシャルイシュ君と共に、一般的に現代の歴史学において、最末期の王の一人として扱われている。ニネベで発見された、別のアゴヒゲのない王の陰影、 おそらくは、新シ種シムリシルを描いたものである。新シ種シムリシルの自、家族についてわかっていることは何もない。彼は宦官であり、おそらく、アッシュウルバニパルの治世中にはすでに宮廷の有力者であった。アッシュリアでは王たちが散脱の脅威を避けるため、宦官がしばしば政府の有力な地位に任命された。アッシュウルバニパルの死後、新シ種シムリシルは、 おそらく彼自身が保有していた諸兵と共に、王子アッシュール・エティル・イラニが王座を得る上で重要な役割を果たした。新種ムリシルはこの後、アッシュール・エティル・イラニの RAB サレシーとして、アッシリアの資料中に初めて言及される。彼はアッシュール・エティル・イラニの火災であった可能性が高く、アッシュール・エティル・イラニが若い頃から使えた有力な将軍だったかもしれない。 アッシリアの歴史における多くの王位継承と同じように、前6 3 1年のアッシュール・エティル・イラニの即位は多くの反対と同様に直面した。おそらく、ナブーリフツーツルという名前の役人が、シンシャル・イブニという名前の役人の助けを得て、王位を散奪しようとしたとみられる。王の RAB サレシーとして、シンシュムリシルはアッシュール・エティル・イラニを助け、 この三奪者たちを阻止し、比較的速やかに彼らの企みをくじいたと思われる。反乱の鎮圧に加え、シン・シュム・リシルが三人の個人に対してアッシュール・エティル・イラニの主権を保障させた条約を記した年度版が現存している。この条約文書は、全670年代にアッシュール・エティル・イラニの祖父、エサル・ハドンがアッシュール・バニパルの王位継承を確実なものと、 するために作らせた継承条約に告示している。新シ種シムリシルは、また、アッシュール・エティル・イラニから土地を授与されたことが記録されている。これは王への貢献に対する恩賞とみられる。新シ種シムリシルは王である、アッシュール・エティル・イラニとの緊密な関係を持つ有力な将軍として、その知性の間、事実上のアッシュリアの支配者であった可能性がある。アッシュール・エティル・イラニは、 1627年に死去し、その治世はわずかに4年であった。彼の死亡に関する状況はよくわかっていない。バビロニアにおけるアッシュール・エティル・イラニの族をカんだらぬもほぼ同じ頃に死亡し、アッシュール・エティル・イラニの兄弟シンシャル・イシュ君がアッシリア帝国全体の支配権を握った。シンシャル・イシュ君の即位直後、 新種リシルはおそらくこの新たな王によって自らの地位が脅かされると考え反乱を起こした。危機や王位継承の際に王位を主張する軍事的指導者は必ずも珍しいものではなかったが、観覧がそれを狙うのは新種リシルの試み以前には考えられなかったことであった。彼はアッシリア王位を主張した歴史上唯一の観覧である。 ニネベで発見されたヒゲの内容を描いた日付不明の陰影の一群は、新種ムリシルを描いたものと見ることができる。自身で権力を奪取するべく、新シ種シムリシルは速やかにニップルのようなバビロニア北部の重要都市やバビロン自体を奪取した。彼が支配した領域はバビロニアの一部に限られていたが、新シ種シムリシルは、アッシリア王という称号のみを主張し、 バビロンの王という称号は用いなかった。だが、新シシュムリシルがアッシリア帝国の支配権を得ることはなかった。彼が王としてニップルとバビロンで振る舞うことができたのは、新シ,シャルイシュ君が彼を打ち破るまでのわずか3ヶ月間だけであった。ありがとうございます。